皆さんこんにちは。ご紹介いただきました、谷市から参りましたチーム覇王です。今年の陶芸祭で新曲を披露させていただきます。まだまだちょっと荒削りかもしれませんが、この蟹市には花レスタ記念公園という公園がございまして、さまざまなバラが咲いております。その中に蟹乙女という花が一つありまして、それをテーマにして今回は皆さんにご披露したいと思います。子供も大人も女性もそれぞれの持ち味を生かした踊りをご披露できたらなと思います。一生懸命踊ります。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。それではチーム覇王、本日2回目の演舞になります。構え。